こんにちは、吉田さん。まあ、独裁政治ってのは相当優秀で公平平等な支配者が現れない限り、まあ、国民が非常にね、不合理を打ち付けられて苦しい思いをするっていう風な政治形態だと思いますよね。で、そもそもたった一人の支配者に全権を委ねるってことがね、どれだけ不安定なことかって思うわけですよ。で、片方ではですね、じゃあ民主主義がいいのかっていうことですけども、民主主義ってのは話し合いで決めましょうって話ですよね。でも話し合いをする人が賢ければいいですけども、そうじゃない場合はみんなで話し合った結果、みんなでまあ悪い状況を分かち合いましょうみたいなことになるわけですよね。で、賢い人が話し合うと賢い結果が出るんですけども、そうじゃない人がね、話し合うとそうじゃない結果が出るってことで、果たしてどちらがいいのか、どちらにも一朝一夕あるのかなってことでございます。民主主義、資本主義の社会でも確実に経済的に追い込まれて死ぬ人もいますし、話し合いによって自分の精神を病んじゃう人もいますよね、追い詰められて。だから人を論破するっていうのは、ある意味人を銃で撃つのと同じなんじゃないかなって感じてますけども、いかがでしょうか。それでは。